Hello, my name is Yuki. Over the past 3 weeks, I've complimented many, 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 many people. However, today, I'm going to tell you a story about not me complimenting someone, but someone complimenting me and why they complimented me. 皆さんご存知の通り、アネッシュはよく私たちを、たとえ電車を待っている時や電車の中ででも英語をしゃべるチャンスはあるよ、英語をしゃべりかけた方がいいよっていうふうにプッシュしてくれますよね。で、私はこのプログラムに参加してから2週間目あたりの時に、そのことを思い出したので、帰りの電車の中で隣に座っていたご夫婦に話しかけました。Excuse me, I'm an international student studying English here, and part of my homework is to ask people to teach me one common English expression that you use on a daily basis. For example, someone said, thanks for heads up, which means thanks for the advance warning. Would you be able to help me? すると、そのご夫婦は突然だったこともあって少し困っていた様子だったので、Sorry to put you on the spot, 言いました。でもやっぱり電車の中だったということもあったので、かなり時間をかけて悩んでくださったんですけど、いい案が思い浮かばなかったようだったので、私はその日耳にした Don't beat a dead horse というエクスプレッションの意味を聞くことにしました。What exactly does the expression Don't beat a dead horse mean?すると、そのご夫婦は大変分かりやすくそのエクスプレッションの意味を教えてくれました。この意味は直訳すると、死んだ馬を撃つのはやめろ、死んだ馬を撃つのはやめなさいという意味なんですけど、つまりもう終わってしまった出来事とか、もう過ぎてしまったことにさらに手を加えようとすることは無駄だ、諦めなさい、諦めるべきだという意味です。私はそのご夫婦に教えていただき、この表現の意味を理解することができました。その後もそのご夫婦は私のことやこの面白いユニークなタスクについて興味を持ってくださったので、興味を持ってくださりました。そして私の出身地について尋ねてくださったので、私は I'm from a city called Yamagata, which is in the north part of Honshu.Have you ever heard of it? と聞きました。私はカナダに来てカナダ人の方に話しかけて、山形を知っている方に出会ったのは2回しかないんですけど、そのうちの初めの1回目がこのご夫婦でした。で、そのご夫婦は学会に参加するために山形を訪れたとおっしゃっていました。そのせいもあってか、かなり話が弾み、そのご夫婦は大変と私の英語の学習についてかなり興味を持ってくださりました。で、その会話の中でそのご夫婦の奥さんが Wow, your English is already good. You speak so well. と言ってくださったことは私は今でも忘れることができません。 でも実は私は白状すると、フォーカスセンテンスを覚えていただけだったので、フラッシュカード、皆さんもご存知の通りの、OSL のフラッシュカードを見せて、実はこれを覚えてるだけなんですっていうふうに言ったところ、そのフラッシュカードにも興味を持ってくださり、大変、私が駅を降りるまで、その会話は大変弾みました。で、私がこの OSL のプログラムに参加して約3週間半になるんですが、数えてみたところ300人を超える人に私は話しこのプログラムを通して話しかけていました。で、その300人の中の多くの人が私はよくあゆみさんと一緒にタスクをやってるんですが、私たちの英語の学習やこのタスクについて興味を持ってくださり、またたくさんの忘れがたい励ましの言葉をくれました。今日は最後に父の経験を皆さんにお話ししてこのスピーチを終わりにしたいと思います。
私がこのプログラムを始めてから最初はすごく大変で、両親にスカイプで、私今こういうことやってるんだよ、 街に出て道に出てカナダ人の人に話しかけて、突然話しかけて1日15人とか20人に話しかけるのがノルマで絶対しなきゃいけなくて、すっごく大変なんだよっていうことを両親に、私の父に話したところ、父は、私の父は医師なのですが、父自身、父が受け持った患者さんが1000人を超えた時に父の中で大きな手応えや変化を感じたと言っていました。 So my goal in Canada is to be able to speak with 1,000 Canadians. Thank you for listening. On the spot language. What's your story?